く引かれたの。大きい黒い車。あれが最後の会話になるなんてね。おばあちゃん、もう本当感心しちゃった。だからユージゾワゾワっとしたのかしら。声優コレクション。僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット碇シンジです。というわけで緒方恵美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回は緒方さんのスゴ技企画ですわ。リアル怖い漫画朗読。さあ夏ももう終わり、ということで締めくくりとしまして、今回はですね、本当にあった怖そうなんだけど実はいい話、略して怖いい話を緒方さんと私で朗読していこうと思います。今回ご協力いただいたのは、本当にあった一般の方の体験を漫画化しSNS に投稿しているババレオさん。作品タイトルは帰ってきた弟。ナレーションに加え女性役、おばあちゃん役と男の子役を緒方さんが演じます。雰囲気も作りまして、いざ緒方恵と浪川大輔による怖い漫画朗読開演です。このお話は私の弟に関するお話。時は20年ほど前、私が高校生の頃まで遡ります。その時私は彼氏とドライブデート中だったんですが、なあリサ、ポケベル鳴ってない？本当だ、なんだろう。ごめん、すぐ家まで送ってってほしい。家に帰ると親戚一同が集まっていました。ねえ、ひろたか、大丈夫なんだよね？弟が亡くなりました。交通事故でした。弟は当時10歳、まだ小学5年生でした。私、あの子が家を出る前に少し話したんだよ。まさかあれが最後の会話になるなんてね。私たち家族は悲しみに打ちひしがれましたが、それでも容赦なく毎日は過ぎていきます。そして弟の死から4年後。間違いないでしょう、誤解人です。私は当時付き合っていた彼、現在の夫との子供を見守りました。そして結婚し出産、元気な男の子が生まれました。そして息子が3歳ぐらいで言葉がはっきりしだした頃。では続いてのニュースです。今日未明、テレ朝市で交通事故があり一人が死亡。ひろたかが生きてたら今頃高校生かな。そら、急に大きな声出しちゃダメでしょ。僕覚えてるよ、僕引かれたの。大きい黒い車、ママと救急車に乗ったよ。私たちは思わず固まってしまいました。なぜなら息子の言ってることは確実に弟の事故のことだったからです。
息子は当然事故などしたことはなく、ましてや弟のことなど話したこともありません。その瞬間私は悟りました。この子ひろたかの生まれ変わりなんだ。結局息子が事故について喋ったのは後にも先にもこの時限りでした。あれから年月が経ち息子も大きく成長しました。ちなみにこれは後に祖母に聞いた話なのですが、おばあちゃん、ひろたかと最後にどんなこと話したの？ああ、そうそう、今思うとちょっと不思議なんだけどね、あの子家を出る前に振り返って私にこう言ったんだよ。おばあちゃん、僕すぐ帰ってくるからね。いや、ちょっとゾゾッとしたけど、でももうほっこりできるいいお話でした。ありがとうございます。尾形さん、朗読してみていかがでしたか？なんか不思議な感じですよね。普通のアフレコとはちょっとまた違うし、ね。まあ、そうですね、はい、ほぼやってましたからね全役ね。いやいや、すみません、 ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。三谷さん、どうでした？聞いてみて。いや、画面見ながら声聞いてたんですけど、のめり込みました。いや、なんかすごいですよね、尾形さん。なんか女性の役ももう色っぽいし、全然おばあちゃんとさ、うん、息子の声のさ、うん、すごいし、女の人の声やってもやっぱし他にない声だよね。いや、色っぽいですね。そうですかね。すいません、ありがとうございます。いい声、もう本当感心しちゃった。だからユージゾワゾワっとしたのかしら笑エヴァはすげえ大変って、何が大変か分かんないんですけど、軽い感じですけど、やけどをしているみたいな状態になっている。幽遊白書デビュー作なんですか？はい。そうかな、ヒエみたいな感じのセリフを喋っちゃったんですよそうではないってことをマネージャーに言われて、怒られて、え、違ったんですか？